番が振られ、6.81番。6.56番富山県警代表直井選手がスタートしました。川崎選手がスタートしました。男子100人走行を行います。第2組第1走者 6.2番警視庁代表ゆたに選手がスタートしました。6.75番島根県警代表渡名選手がスタートしました。代表立川選手がスタートしました。6.97番大分県警代表佐藤選手がスタートしました。5番茨城県警代表和田選手がスタートしました。
35番宮城県警代表阿部選手がスタートしました。
代表山本選手がスタートしました。接点50番山梨県勢代表樋口選手がスタート。66番千葉県警代表坂本選手がスタートしました。接点14番神奈川県警代表相川選手がスタートしました。福原選手がスタートしました。中川選手がスタートしました。武田選手がスタートしました。接点13番千葉県警代表高島選手がスタートしました。接点88番愛媛県警代表吉田選手がスタートしました。接点28番福地選手がスタートしました。72番和歌山県警代表下村選手がスタートしました。接点95番熊本県警代表荒竹選手がスタートしました。接点100番宮崎県警代表村田選手がスタートしました。37番秋田香川県警代表清水選手がスタートしました。第5組最終走者接点54番静岡県警代表下島選手がスタートしました。Thank you.
62番岐阜県警代表後藤選手がスタートしました。ゼッケン12番千葉県警代表篠塚選手がスタートしました。38番秋田県警代表加藤選手がスタートしました。52番長野県警代表横森選手がスタートしました。78番岡山斉藤選手がスタートしました。ゼッケン10番埼玉県警代表平山選手がスタートしました。ゼッケン34番ゼッケン19番愛知県警代表金木選手がスタートしました。最終走者ゼッケン16番神奈川県警代表新井選手がスタートしました。ただいまから政府走行交通競技第7組政府の選手確認走行を行います。代表川野選手がスタートしました。ゼッケン94番長崎県警代表小川選手がスタートしました。ゼッケン45番群馬県警代表高橋選手がスタートしました。
41番福島県警代表矢吹選手がスタートしました。ゼッケン7番茨城県警代表小泉選手選手がスタートしました。第7組普通走者ゼッケン99番宮崎県警代表上下選手がスタートしました。栃木県警代表萩原選手がスタートしました。